皆さんこんこにちは今回は「栄養推薦入試脂肪流書対策」「脂肪流書の書き方4」「締めの一押し」について学んでいきましょう。第4部締めの一押しの割合というのは5から10%となっています行数にすると23から3行程度と非常に短いんですけれども最後にもう一度熱意をアピールできるパートなんです。 次のステップ面接ですねそれに進むために期待を持たせる一文を入れることそれを心がけてみてくださいではどのよううなことをアピールすればいいんでしょうか例えば入学後の社会や大学にどのように貢献できるかといった貢献度合いそういったことをアピールするのも一つでしょう。はたまた卒業後の進路について触れるのもありです。 この締めの一押しでは最後の一文まで手を抜かないそれが大切です神は細部に宿るという言葉があるんですけれども細かいところで意外に差がつくものなんです締めの一押しでは全体をきしめることが目的になってきますしかし主の段階ではシンプルな文章で構いません何か気をてらった文章を書こうとせずにまずは基本に忠実に それが完成した時点で自分なりのこうアレンジを加えていくそういった流れで構いません例文です以上が私が機構〇〇学部を強く志望する理由であるこれは非常にシンプルにまとめられた文章になっていますね今回は以上になります、えー、ここまで説明してきました4部構成しっかり復習しておいてくださいねではコッスンでした